トランプ大統領の話をしたいと思うんですけれども、はいはい、10日の日にですねトランプ大統領が、えー、中国からの、うんうん 輸入品、これ家具だとか、家電製品だとか、日用品とかにえかける制裁関税第3弾10、10%でずっとやってきたんですけれども、それを25%に引き上げる。それは中国との交渉を有利に運ぶためのブラフじゃないかって大手メディアを言ってたんですけれども、さすがトランプ本当にやっちゃったって言って、ああ、あと思って てるところにわずか数時間で第四弾をやる。うん、で第四弾は、うん、えー、残りすべての製品にかける。うんうん、あのー、総額日本円にすると三十三兆円分。うん、今回が二十二兆円分なんですけど、うん、もう中国製品全部かけたろうん。で、ええ。二十五パーセント。あのー、今晩。うん 妙、えー、朝ぐらいに、えー、具体的な中身っていうのを明らかにすることになってるんですが、うんうん、これをやったらととんんででもなないことになるんですね、うんうん、で例えばあの分かりやすい例で言うとこうスマホだとかパソコンにも全部やるって言ってるんですよ。だけど iPhone ってアップル社が作ってるスマホは、うん、製造は中国で作ってます、うんこれ、中国で作ってて、うん、そこに25%の関税をかけたらですね、うん、iPhone、もともと高いので、うん、もうアメリカで何万円も高くなっちゃうっていうことが起こるんです、パソコンも、うん、あのほとんど中国で組み立てているので、これ大変なんですね。うん、それかかると、だから、 アメリカも困るってそそそうううで、これ、あの人によって違うんですけれども、あの直接的な影響だけでアメリカの GDP 成長率が1%以上落ちるだろうって言われてるんですよ、1%なんか大したことねって思われるかもしれないですけど、これがどんどん波及していくので、もちろん日本も巻き込まれるんですね、中国は落ちるし、アメリカが。もっと落ちるんです。 で、そうすると日本の輸出のお客さんは中国とアメリカなわけですよそこは落ちて日本も無傷でいられるはずがないわけです。かだからもう 本当にしょうううがねえなっていうふうにあの私は思うんですけれども、うん、多分歴史を勉強してないんんだと思うんです、ねうん、これあの太平洋戦争の前にこういうことをやったわけです世界は完全の掛け合いをしてそいで世界がブロック経済化して深刻な不況になってそれがきっかけで太平洋戦争に向かってったっていう,う、ねうん、こんなの小学校か中学校で習ってるはずなんですけれども、はいうん、どうも分かって いないうん、うん、えー、でこれねその今はその話題ばっかりなってるんですけれども、うん、ちょっと一歩引いてみるとですね、うん、このトランプ大統領っていうのは、うん、戦後の世界の秩序っていうのを次々にひっくり返しているんですで経済問題この自由貿易の問題だけじゃないんですね例えば環境問題でも、うんはい、その地球環境の悪化を防ぎましょうっていうので、うんうんうん これはもう各国の利害が対立するので調整はすんごく大変なんですよ。うんうん、そこをその国連の中でようやくちょっとずつ積み重ねてうん、うん、でパリ協定を作って、えー、温室効果ガス出すのを抑えましょうっていうことをようやく手握ったらトランプが「うんうん、俺は嫌だ」と「うん、入らんで」って言って離脱しちゃったわけです。でねうん、でななんでダメなんででメすかって言ったらそのアメリカの産業に 影響を及ぼすって、うん、あのねおっちゃんねって、うん、<laughs> 要するに地球号がぶっ壊れても、うんえー、アメリカファーストだって言っているわけです、うん、地球温暖化なんか嘘だって,て、ね <laughs> ね、ってね。<laughs> ねアメリカってでも地球に乗っかってますけどね。<laughs> うそうそうそうお前とこも乗ってんだぞっていうのが <laughs>、うん、なんでわかんないのかっていうことで、うん、この地球環境問題もぶっ壊したんですけれども、うん さらにね、その、私が怖いなって思ってるのは、戦前は、この貿易のいざこざから戦争に発展してったんですけれども、はい、えー、この平和への取り組みっていうのも、トランプ大統領ぶっ壊そうとしてるんですね。うん、で、これ戦後の枠組み、これがいいかどうかは別にして、はい、世界は、その、国連の舞台で NPT、核不拡散条約っていうのを結んで、はい、で、 核兵器を持っていいのは、うん、公式には太平洋戦争の戦勝国、5カ国だけですよ。うん、で、後の国はもう核兵器持つのはダメですと、うん、やめましょう。で、合意したわけです。で、その代わり、 その核を保有している国は、うん、継続的確実な核軍縮、うんはい、核兵器を廃棄する方向に行きましょうっていう、これがまあ現実的な脱核兵器の手段だって世界は信じて、はい、その通りに紆余、うんまあ、曲折をありながらやってきたわけですよ。うんうん、ところがですね えー、今年の5月の、うんえー、10日、うん、これ、えー、の日にですね、うんえー、国連本部で開かれていた、うん、この NPT の第3回準備委員会っていうのがあって、うん、そこがその議長案の採択もできずに物別れに終わっちゃったんですでなんでかっていうとこのあアメリカが むしろ今まで核をやめていこうっていう方向だったのにどんどん核兵器作ったるぞっていう方向に暴走を始めたんですねでこれもう今回に始まった話じゃなくってあの今年の2月にアメリカはロシアと中距離核戦力全廃条約っていうのを結んでもう中距離核はもうやめましょうと。 いうことで、お互いこうずっと進めてきたんですけど、うん、それもやめた。って言って、勝手に離脱したわけですよ。もうロシアは実績に、あの中距離。 核に近いようなものを作っているっていう言いがかりをつけてでもそういうことを言うんだったらそれをきちんと検証してそれをやめさせればいいのにだったら俺はやめたって言い出した、うんうん、上にですねえー、自分のところは小型の、はい、あ核兵器をどんどん開発するぞっていう方針を決めて、うんうん、使い勝手のいい核って言われてますね、うん、そんあの私あの命かけて言いますけど、うんうん、使い勝手のいい核なんて、うん ないですね,ですね核兵器で使い勝手がいいなんて、うん、それはかえって困るでしょってう、ね、<laughs> そうそうそうどどんなちっちゃな核兵器でも落としたら必ず落とされた、うんうんうん 国や地域に被害は出るんですよ、うん、それも長期間の被害は出るってこんなの、うんで,ね、でもアメリカもそれもこの中使い勝手のいい小型の核に今シフトししていってっるんでしょ、うん、だからこれもうお互いにそれを核兵器増強に走ってってるわけですよあっちの方が抑止力があるって言ってるんで <laughs> いやいやいや,いやそれでね、うん、もう一つそのイランも、うん、実はイランは国際社会でイラン核合意っていって、うん、イランが核 兵器開発をしないようにイランの核利用っていうのをちゃんと監視しましょうっていうことで合意を結んでイランは国際社会の合意通りにやってきたんですよ、それもトランプ大統領が突然、ですね手のろいとかって言ってアメリカが勝手に離脱してですねイランへの経済制裁を始めて今、どんどん強化してるわけですね。 イスラエルとなんかいいね、あの、イランと揉めてるからね。そしたらイランはぶち切れて、まだ核開発をするとは言ってないんですよ、兵器開発を。ただ、核兵器開発が可能になる準備段階で、脳疾ラン作ってやるって言い出してる言わけです。で、もうこういう形でね、ありとあらゆる側面で、今まで世界が、 ようやくこう太平洋戦争の後を守ってきた、うん、あのものねを、うん、片っ端からぶっ壊してっているわけですよから街中歩いててどんどん背中と肩ぶつけて喧嘩ふ吹っかけてる人みたいですよね <laughs> そう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  <laughs> だからそれはあれだよねあの今のところそれでもアメリカの景気がいいじゃないですか、はい、でこの後これを完全上げることによってこう もう自国ファーストだから、アメリカの景気が良ければ支持率も今46、46%まで上がっちゃってるわけだよね、はい、だけども、これがあの例えば完全上げたことが、まあ、国内にフェードバックしてきますよね、当然いや、私もそう思っていたんです、はいで、経済学的にはもうちょっと上がってないといけないです、うん、アメリカの物価が。はい、で、実質所得が減るっていう形でペナルティーを受けるんだと思ってたんですけど、うん、思ったほど上がってないです。ただ、うん 今回のその第3弾25%と、もし第4弾までやったら確実になると思います。米国経済失速すると思います。中国経済も失速して、日本も巻き添えを食うことになると思います。で でなんです。来月、うん、あのー、G20 サミットが大阪で開かれるわけですね。はいうん、で、ずっとこれまでのサミットの議題を見るとですね、うんえー、自由貿易体制の、うん、あ確立っていうのと、うんうんうん 地球環境を守りましょうっていうのと、うん、それから平和を守りましょうって、うん、ずっとそのテーマでやってきたんですよと、うんうん、ころが今回のサミットはおかしなところになることになるんです、うんうん、なんかね中国が自由貿易を守れるっていう <laughs> わけのわからないことを言ってるわけでわけのわからないっていうか当たり前のことで今までとイメージと違うことをね <laughs> 言っていてでここで。 安倍総理議長がですね、うんうん、どう裁くのかっていうのは、私はとてもとても重要だと思うんです。で、ここで対米全面服従をしては、私は、 いけない。うんうん、絶対にいけない。<laughs> もう,うん、うん、殴られるようが蹴られようがうん、うん、世界を守るための G20 なんだから、うん、体張って正論、うん、を言うべきだと私は思うんですけどねとりあえず天皇陛下が最初のお会いになる国賓はトランプさんだし、うん、<laughs> 大相撲見に行ってトランプ杯みたいなものをこう優勝力士に渡すって言ってますよね。ももうあれだよねこのアメリカに、まあ、トランプじゃなくても こう依存の形ずっと経済から何まで依存してるの、はいうん、どこでやっぱりちゃんとけじめをつけていくのも大変な作業だけどこのままトランプだったら絶対にやんなくちゃいけないってことだよね、うん、そうですね、うん、まあ私は一番とりあえずいいのは優勝力士がトランプの回し掴んで、うん、<laughs> 投げるっていう <laughs> それが一番いいアイデアはいありがとうございました